五北条家屈指の猛将、北条氏国。意外にも最後の地は金沢。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は北条氏国について紹介していこうと思います。関東における五北条家、以後北条家で統一します、の全盛期を築いた北条氏康には、たくさんの息子たちがいました。後を継いだ氏政以外にも有能な人物が多く、彼らは主家を支えて北条家の滅亡まで戦い続けました。その中の一人が猛将との誉れ高い北条氏国です。実は彼は北条家の滅亡後も生き延び、金沢の地で最後を迎えました。どうしてそこに行き着いたのか、氏国の生涯をご紹介しましょう。北条氏康の四男として生まれる。天文10年、1541年、氏国は北条氏康の四男として誕生しました。兄には氏政や氏輝、弟に氏徳や上杉景虎などがいます。実は氏国、北条氏国を自称した記録は未だ見つかっていないんだそうです。では何というのかというと、藤田なんですね。というのも、彼が藤田家に婿に入って家督を継いだからなんです。天文15年、1546年、父氏康は川越与戦においてしのぎを削っていた山の内扇ヶ谷津上杉家を破りました。この時、扇ヶ谷津上杉家に従っていた藤田康国が降伏したんですが、ここに氏国を養子に出し、藤田家の娘と結婚させることにしたんですよ。まあ、体のいい乗っ取りです。息子を養子に出して養子先を継がせて乗っ取るというのは、戦国武将にはよくある話でした。本当は藤田康国には息子がいたんですけどね。後にこの人を氏国が暗殺しただの、なんだかんだでごたごたが起きます。まあ、あんまりしっくりこなかったであろうことは予想がつきます。靖国自身も氏国に家督を譲ると養土制に変わっちゃってますし。北条家の北関東支配における重鎮。永禄11年、1568年、八幡城、埼玉県長瀞町に入城した氏国はここを本拠地とします。この地は山の内、扇ヶ谷津上杉家や古学坊など多くの敵対勢力と対峙する前線となり、北条の北関東支配における拠点となりました。そこを任された氏国はそれだけ有能な武将だったということになりますね。翌年には高宗駿三国同盟が崩れた後の武田信玄を相手に御馳峠の戦いで奮戦するなど、北条家の主力としての存在感を十分に発揮しています。この戦いは北条の敗戦とされていますが、武田方にも相当のダメージを与えたそうですよ。弟を救えなかったおたての乱。氏国には上杉謙信のもとに養子に入った弟景虎がいました。しかし謙信の没後、景虎ともう一人の養子景勝との間で後継者争いが起きてしまったんです。これが天正6年、1578年のおたての乱と言います。氏国にとって景虎は弟ですし、北条家にとっても血縁プラス、ゆくゆくは上杉家を乗っ取れるかもしれない貴重な駒。もちろん北条家は介入します。景虎からの援軍要請もあったので、氏国は兄氏政の命で出陣しました。しかしこの乱はかなり長引き、ついに冬が来てしまいます。知っての通り、越後の冬といったら豪雪となれば、関東からの援軍は進めなくなってしまったんですよ。そして援軍が断たれた景虎はやがて追い込まれ、翌年には自害という悲しい末路を迎えてしまったのでした。この時、最初は北条家の要請によって武田勝頼が支援に動いたはずなんですが、
結局最後は生還してしまったので、これで再び北条と武田の関係は悪化することになります。義理の弟を毒殺？おたての乱が起きた同じ年のこと、北条家は上杉方から沼田城、群馬県沼田市を奪いましたが、そこの城代に任ぜられたのは養土重綱でした。この養土重綱は養土、藤田靖国の実子、つまり氏国にとっては義理の弟にあたる人物です。とは言っても氏国が藤田家にやってきたため、重綱は跡継ぎになれなかったというちょっと微妙な関係でした。そんな重綱が沼田城代になったのは氏国にとってはかなり不満だったようです。そしてなんと彼は重綱を毒殺してしまったというんですよ。こういうところが劇場型なのかもしれませんが、しかし北条家の当主である兄氏政は事の複雑さをよく分かっていなかったのか、重綱の次の城代にその弟の藤田信義を指名したんです。弟と言っても一説なんですが、まあ藤田家の血族ですね。この信義、心の底では氏国に恨みがあったらしく、そりゃそうですよね。後に武田方の調略に応じて武田に走り、武田滅亡後は上杉家に仕えるなど、徹底的に反北条の姿勢を示していくことになります。北条一族総力戦。北条家と織田信長、表向きは同盟関係を維持していました。しかし天正10年、1582年に本能寺の変が起きると、その状況が徐々に変わってきます。信長は本能寺の変の直前に甲州征伐を行い、武田家を滅ぼすと関東を家臣の滝川一益に任せていたんですね。北条家としては滝川とは波風立てずにやっていたんですが、まあお互い腹の探り合いをしていたといったところでしょう。もともと北条家が支配を広げようとしていたところに信長の家臣がやってきちゃったわけですからね。というわけで信長が撃たれたことを知った北条家は、滝川のいる神津家、群馬県に侵攻を開始します。北条家の総力戦であり、もちろんこの中に氏国の姿もありました。そして北条軍5万が滝川軍とぶつかったのが神流川の戦いです。ここで氏国は活躍を見せ、滝川軍を大いに破りました。その後旧武田領をめぐって徳川家康と争った天正神武の乱でも活躍しています。秀吉の小田原征伐のきっかけを作ってしまった。天正17年、1589年、氏国の配下である猪俣国宣が真田の家臣が守る名ぐるみ城、群馬県みなかみ町を謀略によって占領してしまいます。これは猪俣の独断だったとも、裏に氏国がいたとも言われていますが、はっきりしません。しかしこれが天下人になろうとしている豊臣秀吉の不興を買うこととなってしまいました。名ぐるみ城事件が起きる前に、秀吉は戦国武将同士の争いを禁じる総武事令を出していたんです。名ぐるみ城事件はこれを破ってしまったわけですね。またこの事件の一方で、氏国が豊臣方の宇都宮家を攻めていたこともあり、ますます秀吉の怒りを増幅させてしまいました。そして秀吉は小田原征伐の開始を決定してしまったんですよ。名ぐるみ城事件の真実はどうであれ、これが北条家の命運を左右することとなってしまったんです。秀吉の前に屈す。天正18年、1590年、秀吉は総勢約20万もの大軍を擁して小田原征伐に乗り出しました。対する北条家は小田原城に籠城することを選びます。主戦派の氏国は外に出ての大規模な野戦を主張しましたが、受け入れられませんでした。またどちらかというと穏健派の氏宣などとは意見が違い、
北条家の中でも微妙な温度差があったようです。このため宇治国は自身の居城八幡城に戻って3000ほどの兵とともに籠城戦を選びます。城を包囲した秀吉方の軍勢は前田利家をはじめとした3万5000もの大軍でした。そしてこの中には宇治国に遺恨を持つ藤田信義も含まれていたんです。籠城戦は1ヶ月に及びました。しかしこの間にも北条の市場は次々と秀吉方の手によって落とされ、戦況は北条家にとって勝ち目のない状況となっていきます。そして兵も疲れ果てた様子を見て宇治国は降伏、開城したのでした。兵の命だけはと除名を願ったといいます。ただある意味変わり身の速さもあったわけで、宇治国の様子は家康の家臣榊原康政には前代未聞の卑怯者だと評されてしまいました。とはいえ最後まで従ってくれた兵たちを救うためなら何と呼ばれてもいいと思ったのが宇治国の本音なのではないかなとも思いますね。肝心の宇治国の命ですが、前田利家の除名嘆願により助けられました。親友の頼みとあっては秀吉も断れなかったのかもしれません。また宇治国を慕う者も多かったようですからね。そして宇治国は前田家の領地である加賀・能登へ移り、慶長2年1597年に小田原から遠く離れた金沢の地で一生を終えたのでした。57歳でした。法要には多くの参列者があったと言われています。まとめ1、北条氏康の四男として生まれ藤田家へ養子に入った。2、八幡城主として北条家北関東支配に重きをなした。3、上杉家の家宅争いに介入したが結局弟を助けられなかった。4、義理の弟を毒殺するという激しい部分もあった。5、北条家のために数々の大きな戦で活躍した。6、家臣が起こした事件が結果的に小田原征伐のきっかけとなってしまった。7、秀吉に降伏し前田家の庇護を受けた。前田家とのつながりは深く、宇治国の息子は後に前田利政、前田慶次の娘を妻にしています。激しやすい性格だったそうですが、内政にも力を注ぎ、生糸の生産を一大産業にした宇治国。このため武将としてだけでなく為政者としても尊敬されているんですよ。ちなみにメインチャンネルにて前田慶次についてまとめた動画もありますので、興味のある方は右上のおすすめから見られます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。